俺の名前は山本直人、33歳。平凡なサラリーマンだ。疲れたな。新しいプロジェクトも始まったし、これからさらに忙しくなるだろうな。およ、アリサ、学校帰りか？うん。そうか。学校は楽しかった？まあまあ。そっけない。思春期かな。昔はもっと俺に甘えてくれてたのに。でも、あれから10年か。実はアリサは8歳年上の親友の娘だ。親友と俺は年は離れているものの、家が隣同士ということで、本当の兄弟のように育った。結婚してからもちょくちょく家を訪れ、アリサともよく一緒に遊んでいたものだ。しかし、10年前のある日、親友夫妻がアリサを連れて出かけていた時、交通事故に遭った。奇跡的にアリサだけが助かったのだが、奥さんは施設育ちで家族はおらず、親友の両親はすでに他界している。親族はアリサの今後について話をしていたのだが、どうにか引き取ってあげたいけど、うちも子育てに精一杯だし、経済的な余裕も。かわいそうだが、やっぱり施設に預けるしか。施設か。人見知りなアリサちゃんが知らない人がたくさんいる場所でやっていけるのか。それに親友の忘れがたみを知らないふりなんて、そんなの俺にはできない。大丈夫だよ。俺が絶対に幸せにするから。直人、本当約束だよ。うん、約束だ。直人の匂いだ。落ち着く。お父さん、お母さん。アリサ、俺のことはお父さんって呼ばなくていいし、思わなくてもいい。でもこれからは俺に頼ってな。うん。俺がこの子を絶対に幸せにしよう。何としてでも。こうして俺はアリサを引き取ることにしたのだった。それから俺は両親に相談し、アリサの未成年後見人になった。両親に引き取ると言った時は驚いていたが、もともと親友やアリサのことを知っていたため、何かと子育てのサポートもしてくれて、ようやくアリサと2人の生活が始まった。おいしいか？うん、おいしい。やっぱり元気ないよな。やはりすんなりとは新しい生活になじめず、大変なことばかり。それでもアリサ、我慢しなくていいんだぞ。うん、お父さん、お母さん。大丈夫だ。アリサは大丈夫だ。俺がいるよ、アリサ。こうして時間をかけてゆっくりと生活に慣れていき、いつしかアリサが心の底から笑って楽しく過ごせる日々が増えていったのだった。懐かしいな。あんまりジロジロ見ないで。ごめん。でももうそういう年頃か。寂しくはあるけど、俺も子離れしないとな。そんなある日、もうこんな時間か。そろそろ帰らないと。山本さん。三村、どうしたの？彼女は今年入社したばかりの三村美桜さん。俺の直属の部下だ。もう帰っちゃうんですか？今から2軒目行こうって話になってるんですけど。うん、もう遅いし。あ、いや、考えてみれば留守番できない年齢じゃないし、早く帰る必要はないのか。それに過保護になりすぎるのも良くないよな。いつも2軒目まで行かないけど、今日くらいは参加してみるか。一応アリサに連絡だけしとこう。1時間後。そういえば山本さん、娘さんいるんでしたよね。どうですか？可愛いでしょう。可愛いですよ、そりゃ。でも高校生で年頃なのかそっけなくて。私もそういう時期ありました。高校生になるとお父さんイヤイヤ期が来るんですよ。でもすぐ終わりますから。だといいけど。その後ついいつもより飲んでしまい、気づいたらこんな時間に。アリサもう寝てるかな。いや、電気ついてる。ただいま。おかえり。アリサ、起きてたのか。ごめん、飲み会で遅くなって。あっそ、匂うから早くお風呂入って。あ、はい。匂う、傷つくな。昔はこの匂いがいいってよくハグしてくれたのに。あと、洗濯物早めにもらえる？明日起きてすぐ洗濯したいから。うん。まあ、こういう優しいところは昔のままだな。よし、入ってるわね。直人のシャツは。またこの匂い。いつもいつも。もう我慢ならない。他の女の匂いなんてつけて。浮気は許さないんだから。はあ、気持ちよかった。って、アリサ、まだ起きてたのか。早く寝た方が。座って。え、なんだこの雰囲気。怒ってる。最近おかしいとは思ってた。飲み会に顔出してたし、帰りが遅くなることもあったし、女の人の匂いがしてたから。匂い？怪しいなと思ってたけど、直人のことだからそんなことはって思ってたの。モテないし。モテないとはなんだ？でも今日は一段と遅かった上に匂いも強い。それで確信したんだ。直人が女の人と一緒にいたってこと。え？ねえ、どういうこと？彼女でもできたの？私のこと幸せにするって嘘なの？ちょっと落ち着けて、アリサ。彼女なんてできてないって。嘘だ。だって匂いするもん。だからなんでそんなの分かるんだよ。直人の匂いに関しては分かるんだから。あ、だから帰ってきた時に匂うって臭いって意味じゃなかったのか。直人は臭くないよ。むしろいい匂い。それはそれで照れくさいな。ただ女の人の匂いがして嫌だっただけ。そっか、よかったよ。てっきり嫌われてるもんだと。嫌ってなんかない。むしろ私、直人のこと好き。ありがとう。俺ももちろんアリサのこと。そういう意味じゃなくて、恋人になりたいとかそういう好きなんだよ。それって。だから嫉妬したの。直人から私以外の女の人の匂いがするのが嫌で。でもそれなら最近俺に冷たかったのは。この気持ちをごまかさないとって思った。だって直人は私のことそういう目で見てないだろうから。ごめんなさい。そっか。でもよかったよ、嫌われてるんじゃなくて。直人、ありがとう。でも一度ちゃんと答え聞いてもいい？私の告白の。俺はアリサのこと本当の子供みたいに思ってる。だからごめん。そっか、分かった。でも私諦めないから。え？直人。アリサ、何して。だってお父さんのように思わなくていいって言ったのは直人なんだよ。だから覚悟してよね。マジですか？こうしてアリサとのわだかまりが解けた。がしかし同時に猛アピールされる日々が始まり。よし、行ってきまーす。待って、直人。ん、どうした？これ弁当。いつもは各自で用意だったよな。どうしたんだよ。やっぱり胃袋から掴まなきゃって思って早起きして作ったの。なるほど。それにやっぱり少しずつ恩は返していきたいなって思って。アリサ、私と直人を作る成分が同じなら私たちは一心同体と言っても過言じゃないし。過言だよ。でもありがとう。今日は一段と頑張れそうだ。じゃあ行ってきます。なんだよ、もういい子すぎるだろ。あ、まだ話終わってないよ。ん？今日何時に帰ってくる？帰ってくるときは連絡して。私家で直人のこと待ってるから。わかった。寄り道とかしちゃダメだからね。いち早く帰ってきてね。ね。わかったから。なんだこれは。じゃあ行くから。って、もしもし？どうした？朝早くにすみません。少し早く疲れそうでしたら会議について相談が。わかった。出社したら聞くよ。じゃあ行ってき。待って。今度はどうした？今の誰から？女の人の声したんだけど。仕事の電話だよ。こないだ言ってた部下の。そう。仕事ならいいの。ごめんね、何度も引き止めて。行ってらっしゃい。行ってきます。冷たくなくなったのは良かったけど、これはこれで大変なことになったな。まあ仕事への理解があるだけマシか。仕事終わり。お仕事お疲れ様。なんでここに？昔こうやって待ってたら直人が嬉しそうにしてたのを思い出してさ。いつもお仕事頑張ってるし元気出ればって思って。それ小学生の時の話だろ。でもありがとう。疲れ吹っ飛んだよ。それでこちらは？俺の部下だよ。はじめまして、三村です。この匂い。匂い？いつもお父さんにはお世話になってます。こちらこそ直人がお世話になってます。直人って。実はその後俺はアリサが親友の娘であることを説明した。そうだったんですね。なるほど。だからへえ。なんですか？アリサちゃん安心して。山本さんを取ったりしないからさ。私彼氏いるし。そうなんですね。子供っぽいことしてすみません。いいよ。好きなら気持ちが暴走しちゃうもんね。じゃあ私は帰ります。お疲れ様でした。お疲れ。いい人だね。そうなんだよ。だからこそ直人が好きにならないか心配。直人には私がいるのに。近い。知らないもん。それからもアリサの猛アピールは止まらず。ただい。おお。すん。いきなり何すんだ。って近い。女の人の匂い。これは別の人。もしかして。一緒に働いてたらしょうがないんだよ。今すぐ洗濯するから脱いで。私の服着て上書きする。着れるか。他にも恩返しだと言い料理を作ってくれたり掃除を頑張ってくれたりした。ありがとなアリサ。でも受験勉強もあるんだしちょっとは俺が。いいの。これくらいはさせて。それより直人はゆっくり休んでてよ。いつの間にこんな。昔みたいに接してくれてすごく嬉しいけど、アピールするって言ったしそういう気持ちも含まれてるんだよな。でもアリサはあいつの子供だ。やっぱり俺は心の中で葛藤が生まれていた。そんなある日。遅くなっちゃったな。連絡は入れてるけどもう寝てるかも。ただい。ってどこで寝てるんだか。俺のことを待っててくれたのかな。ったくアリサのやつ。やっぱり優しいところは昔と全然変わってない。ほんとよくここまで育ってきてくれたよ。俺が父親代わりでもこんなにいい子に。起きて。じっとして。アリサ。やっぱりこの匂い。落ち着く。直人。アリサ。でも俺は。ごめん。俺はアリサのことずっと大切に育ててきた本当の娘みたいに。だからやっぱりごめん。そっか、分かった。こうなると分かってたのに、いざ直面すると胸が痛いな。これは進路希望調査票、もしかしてこのことを話すために待ってたのか。それから少し前のようにアリサとはぎこちなくなってしまった。進路のことについて話そうとするも取り合ってもらえない。しかしそれでも弁当を作ってくれたんだ。やっぱり優しいな。そんなある日、直人、話があるの。バイト始めたいから同意書を書いてほしい。え、バイトってなんで？私、県外の大学に進学しようと思ってるから。県外？そう。だから少しでも稼いでおきたくて。じゃあ、あとはよろしくね。私は勉強するから。一回話を。アリサ！こうして話ができないまま時間は過ぎていき、数日後。はあ、何浮かない顔してるんですか？別に何でもないよ。嘘ですよね。わかりますよ、それくらい。女の子のことは山本さん何も知らないんですから、私を頼ってくださいよ。いつも頼ってばっかの恩返しも兼ねて。はあ、三村にはかなわないな。それから俺はアリサに告白されたこと、進路の話ができないことを説明した。やっぱりそうでしたか。もし山本さんがちゃんと進路のことも含め話し合いたいなら、まずはアリサちゃんの気持ちを受け入れてあげてください。受け入れる？そんなこと言ったって。山本さんは娘だからって決めつけすぎなんですよ。初めから土俵に乗ってないと思うと、女の子側も辛いんです。私、高校生の頃先生のことが好きだったんです。だからアリサちゃんの気持ちすごくわかります。ちゃんとアリサちゃんの気持ちも考えてあげてくださいね。進路の話はそれからですよ。そっか、そうだな。ありがとう三村。何をすべきか分かったよ。やっぱり俺はまだまだ未熟だ。親としても人としてもちゃんとしよう。俺のために、アリサのために。仕事が終わり、俺はすぐに帰宅してアリサの部屋に向かった。アリサ、ちゃんと話さないか？進路のこと、これからのこと。いい、もう決めたから。直人には迷惑かけない。だからほっといて。ほっとけるわけないだろ。アリサは俺にとって一番大事な人なんだから。だから開けてくれ。ちゃんと話そう。アリサ、ありがとう。はいって。県外の大学に行こうとしてるのってどうしてなんだ？だって私がいたら直人困るでしょ。私は直人のことが好き。でも直人は私のこと娘と思ってくれてる。なら私、直人にとって重荷でしかない。私知ってるの。私が散々直人に甘えて、でもそのせいでいろんなものを犠牲にしてきたってことを。でも直人は私が第一優先で、過保護なくらいに世話を焼いてくれる。感謝してるからこそ、これ以上直人の重荷になりたくない。それに私が近くにいれば、直人は一生私に気を使って恋愛なんてできないでしょ。だから私が。それは違うよ、アリサ。え？俺はどんな時でも重荷だなんて思わない。だって本当に大切な人だから。でもこれからさ、アリサのことちゃんと見ていくから。子供としてじゃなくて、一人の女の子としても。だから時間をくれないか？少なくともアリサが高校を卒業するまで。分かった。いつまでも待つ。ずっと待つから。抱きつくのはまだダメ。その後アリサと三村と俺の3人でご飯を食べに行った。今回の件のお礼を伝えるためだ。お世話になりました。ありがとうございました。いいですよ、あれくらい。お茶の子さいさいですから。それより、アリサちゃん、女の子は諦めない限りチャンスあるよ。私が先生を落としたみたいにね。はい、師匠。あはは、仲良くなれて何より。そして時は流れ、2年が経ち、春からアリサは家の近くの大学に通うことになった。ナオト。アリサ。ダメなの？合格したらいっぱい崇拝させてくれるって言ったじゃん。はあ、しょうがないな。相変わらず落ち着く匂い。やっぱり大好きな匂いだ。それはよかった。これからは私のことちゃんと見てくれるんだよね。とりあえず合格祝いも兼ねてどこか行くか。うん。俺の名前は後藤健。小岩高校に通う17歳の高校生だ。見ろよ、お金。スクコのゴリランだってやつとまた喧嘩したらしいぞ。目つきが悪いせいで昔からよく不良に絡まれていた俺。売られた喧嘩を買ってただけなのに、今じゃすっかり腫れ物扱いだ。誰ともつるんでないからか、小岩高のロンリーウルフなんて呼ばれている。どいつもこいつもコソコソしやがってイライラするぜ。30分後、自宅近くの公園を通りがかると、ようやく見つけたぞ。今日こそ年貢の納め時やで。この声は。懲りねえな、また来たのか。こいつは佐々木玲奈、小岩連合とかいうレディースチームの総長だ。そして関西弁のやつが天心蘭、ピンクのぴょこげがデモンリリ、2人とも小岩連合の幹部なんだとか。こいつらは日夜激しい抗争を繰り広げており、先日も敵対チームの一つを壊滅させたらしい。その一方、近頃は俺にしつこく勝負を挑んでくる。きっと喧嘩に負けなしっていうこっちの噂を聞きつけたからだろう。まったく厄介な連中に目をつけられたもんだぜ。行くで、天心竜奥義、天波流星拳。闇に潜みし力を今解放してる。じゃあ王国流派。何度も言ってるだろ、女と喧嘩はしねえ。少し力みすぎてもうたわ。卑怯者め、ちゃんと勝負しろ。やなこった。二人を倒すとはなかなかやる。やはりここは私が戦うしかない。人の話聞いてるか。女とは戦わねえっていつも言ってるだろ。そうはいかない。今日こそは本気で戦ってもらう。そして私が最強だってことを証明する。マジでしつこいやつ。怪我しても知らねえからな。心配いらない、私は強いから。なあ、そうかよ。俺が勝ったらもう勝負挑んでくるのはなしだからな。このままずっとつきまとわれるなんてごめんだ。仕方ねえ、ちょっとだけ脅かしてやるか。数分後、勝負の結果はというと、これで終わりだな。何か言い残すことはないか。ずっと好きでした。はい、マジで意味がわからん。一体どういうことだ。相変わらず総長は口下手やね。じゃない、うちが一肌脱いだる。は？総長はな、お兄さんのことが前から好きやったんよ。で、勝手認めてもらおうってずっと勝負を挑んどったわけ。何？我は聞いてないぞ。甘ったるい空気を見せるでない。おいおい、冗談だろ。俺のことが好き？私、本気だからお願い、付き合って。こいつこんな顔もできるのかよ。ふざけるな。誰かとつるむつもりなんじゃねえよ。私諦めないから。はあ？俺が勝ったら勝負はなしって約束だろ。分かってる。もう勝負は挑まない。勝負はね。よく分からんが、なんだろう、すごく嫌な予感がする。そんなことがあった次の日。おい、誰だよあの子。すげえ可愛くね。何騒いでやがるんだ。あ、え、なんで。よかった、もう帰ったのかと思った。お前、うちの高校に何の用だよ。あ、一緒に帰ろうかなって。はあ？昨日勝負は挑まないって言った。だからこうして別の方法でアプローチしてる。はあ？なんだそりゃ。さ、早く帰ろう。じゃ、近く。これも作戦。剣のこといっぱいドキドキさせる。意味わからん。俺に勝つのが目的だったんじゃないのかよ。それは認めてもらうには喧嘩に勝つしかないって思ってたから。それに勝負はダメって言ったのは剣の方だから、これは仕方ないこと。じゃあ最初から素直に告ればいいだろ。そんなのダメ、恥ずかしいから。よく言うぜ、惚れた男に勝負挑んでくるヤバい女のくせに。それにはのっぴきならない事情があった。なんだよ事情って。内緒、乙女には秘密がつきもの。乙女って玉かよ。それからというもの、毎日のようにつきまとわれる羽目に。ねえ、付き合って。嫌だって言ってるだろ。じゃあデートする。じゃあの使い方がおかしい。まさかキスしたいとか言ってねえよ。こいつどんだけ天然なんだよ。すっかり最初のイメージ崩れちまった。1週間後の放課後。ついてねえ、通り雨か。お気がさしててよかったぜ。けどま、この土砂降りならレイナのやつも今日はいねえだろ。ところが。マジかよ、まさかずっと待ってたのか。だからずぶ濡れじゃねえか。どっかで雨宿りするくらいしろよな。それだとケンに会えないかもって思ったから。恥ずかしいこと言ってんじゃねえよ。早い傘だね、ちょっと嬉しいかも。ぐっつきすぎだ、歩きづらいだろ。けどこうしないと乗れるから。大丈夫か。ああ、ちょっと冷えちゃっただけ。このままだと風邪ひいちまうかもな。だから仕方ねえ。幸い、うちは割と近所。タオルだけでも貸してやることにした。ケンって優しいね。もしかしてその気になった？はあ、つるむのはごめんだって言ってるだろ。こいつ無防備すぎだろ。美人だって自覚ないのか。あのさ、ちょっと聞いてもいい？なんだよ。前も言ってたけど、どうしてそんな一人がいいの？それは。ロンリーウルフなんて呼ばれているのにはもちろん事情がある。誰ともつるまなくなったのは1年前の出来事がきっかけだ。今日こそ決着をつけてやる。ゴリランタ、またお前か。ほんとしつこいやつ。うるせえ、てめえに勝って俺こそが最強だってことを証明してやる。最強の称号なんざ欲しけりゃくれてやる。勝手に名乗ってろ。その生意気な鼻っ面、今日こそ叩き折ってやるぜ。問答無用かよ。こんなところに一般人。えい、邪魔だ。こうなりゃ女もろとも。間に合え。おい、あんた大丈夫？痛い。俺のせいだ。俺のせいでこの子は怪我を。それまでも俺のせいで迷惑するやつは多かったんだ。俺と関わったらみんな不幸になる。だったら一人でいた方がずっといいって思ってさ。そんなのおかしい。きっとその子だってケンには感謝してるはず。そんなわけないだろ。俺が怪我させたんだぞ。私にはわかる。ケンは悪くない。だからそんな風に責任を感じないで。レイナの顔がこんなすぐ近くに。おい、スマホ鳴ってるぞ。うん、分かってる。なあ総長、次の集会いつにする？今いいとこだったのに。あれ、もしかしてうちなんかやってもうた？ 3人だ。危なかった。もしあのままだったらどうなってたんだ。さらに1週間後、近頃はなんだかんだでレイナと一緒にいることにも慣れてきた。レイのために頑張って作った。食べて。おう、せっかくだし食おうかな。それじゃあ、自分で食えるし。それじゃダメ。ほら早く口開けて。ああ、どう？美味しい？心臓うるさくて味なんてわかんねえよ。うん、まあまあだな。そっか。じゃあ次はもっと美味しいの作る。別に無理はしなくていいから。我の前で甘ったるい空気を流すな。これ以上は我慢ならん。あんまいつの間にやらずいぶん仲良うなったな。はあ、勘違いするな。どうせ断っても無駄だろうから仕方なく付き合ってやってるだけだ。まあまあそう言わんと。せっかくやし試しに1回くらいデートしてみたらどうよ。あ、ケントデート、それすごくいいと思う。なんでそんな話に。確かリリー遊園地のチケット持っとったやんな。こないだ福引きで当たったって言うとったやん。デーモンランドのやつだな。封印されし左手を解放し一発で。あいこれ総長のこと任せたで。何をする。まあまあ、代わりに我が家に伝わる秘術書をプレゼントするさかい許したってや。秘術書かっこいい。これには闇の魔術も書かれてるのだな。これで我はさらなる魔界の覇者へ近づくぞ。書いてあるのはたこ焼きの秘伝レシピとかやけど、まあええか。デートか。どうせこの流れだと断れないんだろうな。仕方ない、一度だけ付き合ってやるか。そして約束の日、デートが済んだらきちんと風呂。ずっと宙ぶらりんなのはレイナにも失礼だしな。ごめん、待たせちゃった。いや、俺もさっき着いたところって。そのおかしくない？ランが選んでくれたんだけど。いや、すごくよく似合ってる。驚いた。そっか、嬉しいけどそんなにじっと見られたら恥ずかしいかも。悪い。何意識してんだ、これじゃあ。まるで。その後は遊園地デートを満喫。次はあれに乗る。じゃあ、あんま引っ張るなって。せっかくのデート、時間を有効活用しないと。ったく大げさなやつだな。こいつこんな風にしてると総長になんて見えねえよな。なんつうか普通に可愛い。ねえ見てよ、あれ釣り合ってなくない？今時不良とかねえわ。女の子がかわいそうだよ。それから気づいたら夕方、もうすぐデートもおしまいだ。やっぱり私と一緒じゃ楽しくない？は？さっきからずっと難しい顔してる。いや、これは。私、ケンのことが本気で好き。付き合ってほしい。ダメ？悪いがお断りだ。言ったよな、俺といても不幸になるだけだって。そんなことない。ケンは誰かを不幸にしたりしない。俺みたいな不良にもう関わるな。それに大体お前総長なんざ向いてねえよ。レディースなんてもうやめちまえ。帰り道は気まずいったらなかった。あれって佐々木玲奈じゃん。へえ、男にうつつ抜かしてるって噂マジだったんだ。あの日から玲奈につきまとわれることもなくなり、気づけば1週間が過ぎた。よかったんだよな、これで。けど何なんだこの胸のモヤモヤは。ようやく見つけたぞ。なんやこれ、久しぶりよね。この声って。私と勝負して、今度こそ力ずくで剣を屈服させてみせる。はあ、もう勝負はしないって約束だったろ。それについては謝るけど、こうしないと私の気持ちやっぱり伝わりそうにないから。本気か？言っとくが勝負ってなりゃ今度こそ手加減はしねえぞ。望むところ、私だって手加減しない。へえ、面白そうなことやってるじゃん。あたしらも混ぜてよ。どうしてここに。そんなのお礼参りに決まってるっしょ。こないだの借りきっちり返させてもらうから。この女、レーナたちが敵対してるっていうチームの総長か。そうそう、今日は用心棒としてあたしのダーリン呼んでるから。なんてこいつらやっちゃって。ようごと、奇遇じゃねえか。お前とは次こそケリをつけてえと思ってたんだ。ゴリランタ、またお前か。これは多勢に無勢やね。こんな卑怯者ども我の手にかかればメタメタだぞ。まずは邪魔な後藤からだ。やれお前ら。よし、なれ。ランタさんこそが最強だ。覚悟しろロンリーウルフ。危ない。邪魔すんな、女は引っ込んでる。やめろ、レーナに手を出すな。俺のせいだ、やっぱり俺なんかに関わったから。え、こいつ本当に女か。めちゃくちゃ強えぞ。怖がらなくて大丈夫。今の私は弱かったあの頃とは違うから、一緒にいても不幸になったりしないよ。どういうことだ。まだわからない。1年前のあの日、ケンに助けてもらったのは私。けど見た目とかは全然。ケンには本当に感謝してる。私かっこいい剣に一目惚れした。だからちょっとでもふさわしくなろうって強くなるために小岩連合に入ったの。1年で総長を任されるくらい頑張ったんだよ。普通そこまでするかよ。なんつうかやっぱ天然だな。それって褒めてくれてる？なわけあるか。それならそうと最初に言えってんだ。人に努力したの話すとこ恥ずかしいし。乙女の秘密。またそれかよ。何やってんの。相手はたったの4人なのよ。緩んでんじゃねえ、大勢で囲め。背中は任せてもいいんだよな。もちろん、そのために強くなった。うちらのことも忘れんといてや。我と踊りたいなら相手をしてやってもいいぞ。10分後、あとはゴリと総長の女だけか。こうなれやけだ。後藤、てめえだけはこの俺様が倒してやる。男相手なら手加減は不要だよな。そらやっぱり強い、かっこいい。まさかランタが負けるなんて。せっかくだけど今日はここまでにしてやるわよ。本気の仕返しはまた今度に。あれ、どこ行くつもり。逃がさへんよ。今こそ我が封印されし左手を解放すべき時。お助け。とりあえずこれで一件落着。いや、きちんとけじめはつけなきゃな。レーナ、ちょっといいか。ん？今更だけど、俺なんかでよかったら付き合ってほしい。いいの？正直最初は迷惑に感じてたんだが、一緒にいるうちに気づいたらレーナに惹かれてた。俺もお前が、レーナが好きだ。嬉しい。私もケンのこと大好き。その後後進にチームを任せ、レーナは総長を引退。話によれば小岩連合はそれほど悪いチームじゃないらしい。自分たちから決して喧嘩は売らず、加入も脱退も自由だとか。待ってたよケン、一緒に帰ろう。まあいつも悪いな。たまにはこっちが迎えに行こうか。いいの、私待ってるの好きだから。あと美人な彼女ができたせいか、学校での俺の噂もかなり下火に。今じゃロンリーウルフなんて呼ぶやつは誰もいない。またお菓子作ってきたの、食べてくれる？もちろん、すげえ嬉しい。我の前でイチャコラするな、使い魔の分際で。ほんま青春やわ。いっそのこともう結婚したらええんちゃう？あ、それすごくいいかも。えっ、婚姻届はいつ提出する？私、健の赤ちゃんいっぱい欲しい。もしあのままずっと一人きりだったら、きっとこの胸の温かさは知らないままだったろう。決して手放さずに済むように一生かけて大切に守っていきたい。俺の人生積んだ。俺の名前は加藤大和、25歳。つい先日自分で立ち上げた会社が倒産したばかりのニートだ。さっき面接に落ちたし、早いとこ仕事見つけないと。何ですかあなたは。なんだ、ナンパか。お姉ちゃん、よかったら俺とパーリーでホットなナイトを過ごさない？え、なんて？全然伝わってねえし。てかあの人って福田社長じゃないですか。あなたは加藤社長。彼女は福田直美さん。社長をしていた頃、一度だけ仕事をしたことがあった。奇遇ですね。よかったらこちらで2人で話しましょうか。ええ、そうですね。おい待て、俺はスルーか。ここまで来れば大丈夫でしょう。ありがとうございます。でもその格好はどうしたんですか？実は会社が倒産しまして。え？ 1 年前から経営難だったんです。借金はありませんが、次の仕事が見つからなくて。ではうちで働きませんか？え？近々新しい事業を始めるので、ベテランの社員を割こうと思ってるんです。そこで求人を出す予定だったんですが、社長をしていたあなたならその穴も埋められると思います。女神はここにいたのか。でもせっかくのお話ですけど、コネで入社するようなことはできません。でしたらぜひ求人に応募してください。あ、それなら。その後、彼女の会社の面接を受けることに。結果は合格。さらに数日後には初の出社日を迎えた。一緒に働けて嬉しい。自分もです。福田社長は優しい人だし、きっと楽しい職場になるんだろうな。じゃあオフィスに案内するわね。今日から新しく入った加藤大和くんよ。よろしくお願いします。カレン。彼女は後藤カレン。1年前まで付き合っていた俺の元カノだ。大学時代に同じサークルで知り合い、仲良く暮らしていた。ただある事情があって去年別れてしまったのだが、まさかここで働いてたなんて。彼の教育係は後藤さんにお願いするわね。えっ、あ、どうしたの？それはなんでもないですね、加藤くん。無言の圧を感じる。それより同僚を紹介するわ。私はオタクだたもつと言います。何かあれば遠慮なく言ってくださいね。うちは天津蘭。おすすめのたこ焼き屋を知りたかったらいつでも言うてや。ありがとうございます。そんでこっちがヤバすぎチャラを。後藤ちゃんが教育係なんて羨ましいぞ。ならあんたも改めて入り直したらええんちゃう？それだ。いや、それだではありませんよ。ほら、二人とも仕事に戻りますよ。俺はカレンちゃんと話が。あんたはこれから営業やろ。行くで。話せ。何だったんだあの人は。私たちも仕事しましょう。その前に、あなたどこかで会ったことあるわよね。人違いじゃないでしょうか。なら思い出させてあげようか。あなたが私に膝枕してって甘えてる時の動画を。嘘です、ごめんなさい、許してください。やっぱりあなただったのね。でも今は仕事に集中しような。そうね。それじゃあ仕事を始めましょうか。って近くない？気のせい。仕事に集中して。おお。まずはここなんだけど。近すぎて耳に吐息が。って感じ。分かった？ごめん、もう一回言って。もう集中しなきゃダメよ。集中できるか。まさか何時間もささやかれる羽目になるなんて。って社長、どうしたんですかそれ。資料室に運ぶところなの。でも重くて。自分がやりますよ。後藤さんに頼まれて資料室に向かってたので。ほんと？やっぱり君は優しいんだね。ありがとう。やめてくださいよ、子供じゃないんですから。反応も可愛いな。半分は私も持つから。何してるんですか？どうしてここに？戻ってくるのが遅いからよ。で、何をしてるの？資料室に行くところだったんだけど、荷物を持ってくれたの。ほんと優しいよね。あ、ヤマトの頭をよしよしするなんて。どうしたの？なんでもありません。それより私も手伝います。さっき部長が探してたので、社長はそちらに行ってください。ほんと？じゃあよろしくね。なかなか重かったな。彼も大丈夫か？大丈夫。それよりずいぶん浮かれてたみたいね。ああいうことをするのはダメ。やるなら私だけにして。はいってどうしてカレンだけ？どうしても。まさか嫉妬してるのか？いやいや、別れたのにそんなはずないよな。なんて思っていたが、その後のカレンも距離が近かった。資料を手渡す時も俺の手に触れようとするし、昼休みにも一緒に食事しようと誘われるように。そして数日後には一緒に帰ろう。ああ、別れたのにどうしてこんなに距離が近いんだ。あれは翌日。あ、はい、ありがとう。そういえばあれできてる？うん、昨日終わらせたよ。すごい。今のやりとりまるで夫婦みたい。え？昨日も一緒に帰ってたよね。2人ってどういう関係なの？私気になるわ。なんでもありません。私たちはただの同僚です。ね、後藤くん。はい。まさか付き合ってたこと隠したいのか？なあ、どうして社長に俺たちの関係を明かさなかったんだ？それは。あって何やってんですか？今の私はただの木。何も聞いてないから遠慮なく話を続けて。なんだ、ただの木なら安心できるか。だって気になるのよ。気になりすぎて気になるくらいに。お遊戯会でも始めるつもりですか？その後も社長は俺たちの関係を探ろうとしていた。俺は別に話してもいいと思っていたが、カレンは違うらしい。彼女が隠したがってるので俺も言わなかったのだが、ある日。このエレベーター古くてよく止まっちゃうから気をつけてね。はい。なんだか気まずいな。それにしても2人はいつから付き合ってたの？今は付き合ってません。なら前は付き合ってたってことね。しまった、鎌かけられた。今さらごまかせないよな。俺たち大学の同じサークルで知り合ったんです。当時から俺は起業する夢があって、カレンが支えてくれるおかげで大学卒業後に無事に起業できました。その頃には同棲もしてましたね。そんなに関係が進んでたのにどうして別れちゃったの？会社の経営が傾いたからですよ。一緒に暮らしていればカレンにも貧乏な思いをさせてしまう。だから別れることにしたんです。でもそんな理由で別れるのに納得したとは思えないけど。もちろんカレンは最後まで俺を支えると言ってくれました。でも何度も説得して別れたんです。それって別れたくないのに別れたってことじゃない？やり直したいとは思わないの？少なくともカレンはそう思ってないでしょ。だから復縁はしませんよ。君はいつも他人のことばかり考えてるのね。でも君は優しすぎるよ。え、別れた理由だって本当は後藤さんのことが誰よりも好きだったからでしょ。でもね、自分の気持ちに嘘をつかなくていいと思う。それが彼女の幸せになると思うから。まあ到着した。それじゃあ私は仕事に戻るわね。どういう意味だったんだ。でも俺自身はカレンとどうなりたいんだろう。で降りるの忘れた。エレベーター動いちゃったし、次の階まで待つか。でカレン、どうしたのそんなに驚いて。いやなんでもないよ。さっきの話の後だから気まずいな。カレン、大丈夫か。ヤマト、エレベーター動かなくなっちゃった。どうしよう。大丈夫だ、俺がついてるから安心しろ。その言葉大学の頃にも聞いたわね。え、大学生の頃雷で震えてた私を励ましてくれたじゃない。ああ、文学サークルの部室で2人きりだった時だっけ。うん、雷が止むまでずっと手を握ってくれてたの。大学生になっても雷が苦手なんて子供みたいでしょ。でもあなたは笑わずにそばにいてくれた。その頃から頼りになる人だって思ってたの。そういうとこ今も変わってないね。そうかな。あの頃からカレンのことが好きだったんだよな。今もその気持ちは変わってない。あのさ、よかったら私たち。動き出したみたいだな。やっと着いた。励ましてくれてありがとう。どういたしまして。そういえばさっきは何を言おうとしたんだ。なんでもない。今言うべきことじゃなかったかも。あ、何を言いかけたんだ。ってまた降りるの忘れた。でも決めた。カレンとやり直すために俺もやるべきことをやろう。まずは社長室に行かないと。失礼します。どうしたの。社長にお願いがあって来たんです。新規事業に自分も参加させてほしいんです。え、どうして急に。やっぱり彼女とやり直したいんです。でも事業が失敗しそうだからと別れたのに、転職したからなかったことにしてほしいなんて自分には言えません。なので新規事業を自分の力で成功させて過去を乗り越えたいんです。つまり過去のけじめをつけるために新規事業に参加したいってこと。それだけではありません。社長に拾ってもらった恩もここで返したいんです。そっか。でも君に恩があるのは私も同じよ。前に君の会社に仕事を頼んだでしょ。あの頃うちの会社はたくさんの業務に追われてたの。いろんな納期が重なって取引先にも迷惑をかけそうだったわ。そんな状況だったんですか。でも君の会社に仕事を請け負ってもらって助かったの。あの時君の会社を紹介してくれたのは後藤さんなのよ。初めて聞きましたけど。内緒にしててって言われてたの。どうしてカレンが俺の会社を紹介してくれたんだ。そういうわけで君には恩があるの。それに君自身の力にも期待してる。普通なら入社1年目の社員には任せないけど、君なら経営者視点も持ってるし大丈夫でしょう。新規事業に参加できるよう手配しておくわ。ありがとうございます。その後俺も新規事業へ参加することに。俺以外のメンバーはベテランの社員ばかりだった。負けないように頑張ったけど経験の差は簡単に埋められない。俺は周りよりも仕事が遅く、自宅やファミレスでも仕事を進めるようになった。このままじゃ遅れそうだ。でも自分で言い出したことなんだし頑張らないと。ヤマト氏、昼休憩ですぞ。疲れてるみたいだけど大丈夫。大丈夫です。自分もあと少しで休憩に入りますから。そうか、あんま無茶せんようにな。それでは私たちは行きましょうか。やっと一段落した。早く昼ご飯を食べて午後から頑張らないと。でも眠い。ちょっとだけ寝るか。よしよし。あれ俺いつの間に寝て。カレンってか膝枕。起きちゃダメ。疲れてるんでしょ。でもあと少しで昼休みも終わるし、早く戻って仕事しないと。どうしていつも一人で頑張るの？周りに迷惑をかけられないだろ。社長には助けてもらったし、今回の事業に参加したいって言ったのも俺だ。一人で解決しないと。あんたは昔から変わってない。もっと周りを頼ってよ。会社を経営してた頃からいつも一人で抱え込んでたじゃない。それで本当は別れたくないくせに私とも別れたんでしょ。私はずっとあんたの力になりたいって思ってたのに。私がこの会社に入ったのはね、いつかあなたの会社で頑張りたかったからなの。あなたに別れを告げられた時、今の私じゃ力になれないんだって思った。だから同業種のここに入って実力をつけようとしてたの。いつかあなたの会社に入って役に立てるようにって。まさか俺のためだったなんて。もしかして社長に俺の会社を紹介したのも。少しでもあなたの力になれると思ったの。結局力になれなかったけどね。そんなことない。カレンがいたからいつも頑張れたんだ。なのに俺はカレンの気持ちも分かってあげられなかった。自分の都合で別れてほんとごめん。もういいよ。それよりこれからはちゃんと周りを頼ってほしい。ああ、分かった。俺はもう一人で悩まない。今の仕事だって必ず成功させてみせる。それでこの仕事が終わったらカレンに伝えたいことがあるんだ。分かった。じゃあ成功できるよう一緒に頑張ろう。というわけで力になってほしいんです。もちろん協力しますよ。最初から遠慮せんでもよかったんやで。一緒に頑張ろうや。ありがとうございます。一人で頑張らないといけないって思ってたけど、周りを頼ってよかったんだな。それから俺は同僚たちと一緒に仕事を進めた。みんなと協力してから仕事は順調に進むように。そうして数ヶ月が経ち、新規事業も無事に成功できたわ。みんなありがとう。おお、やりましたね。みんなお疲れ様やで。そんじゃあ打ち上げに行こうぜ。もちろんカレンちゃんも。今日はお二人で用事があるらしいですぞ。あんたはうちらと打ち上げや。俺の出番これだけ。それじゃあ私たちも帰りましょう。無事に終わってよかったね。うん、こうやって仕事を成功させられたのもカレンのおかげだ。それでカレンに伝えたかったことがあるんだけど、俺はカレンのことが好きなんだ。優しくていつも俺を支えようとしてくれるところが好きだった。これからは俺もカレンを支えていきたい。だからもう一度やり直してくれないかな。私もヤマトのことが好き。もう絶対に話さないでよね。ああ、もちろんだ。その後俺たちは社長にもよりを戻したと報告した。おめでとう。何も知らずにヤマト君にベタベタしちゃってごめんね。いえ、社長は私たちの関係を知らなかったわけですから。そう？でも2人のことは本当に応援してるから。ありがとうございます。数ヶ月後にはまた同棲を始めたのだが。近くない？いいじゃん、今日は休日でしょ。でもこれじゃあ身動きできないし。嫌なの？いや、それは。私は別れてからずーっと寂しかったのに、ヤマトはそうじゃないんだ。ふーん。違うって。俺もずっと寂しかったよ。じゃあ今日は一日中ずーっとくっついていようね。離れ離れだった分たくさん甘えさせてもらうんだから。お、世界で一番幸せにしてやるからな。本当にいいのかね。もちろんです。僕だから共感できることもあると思うので。僕の名前は前田健、24歳の平凡な会社員だ。そんな僕が今から会うのは。翼、入るぞ。誰？はじめまして、前田健です。よろしく。そう、17歳になる、うちの会社の社長のお子さんだ。翼、ほら、前に話しただろ。うちの社員で、翼の友達になりたいと言ってくれた人がいるって。翼。社長、いいんですよ。前田君、君には本当に感謝してるんだ。信頼もしてる。だからうちの子をお願いします。はい、任せてください。少し2人で話をしてもいいですか？ああ、じゃあ私はリビングにいるからゆっくりしていってくれ。いきなり来られても驚くよね。最初は顔だけでも覚えてもらえると嬉しい。帰ってもらえませんか？最初はあまり刺激しない方がいいか。わかった。じゃあまた来るね。前田君、どうだったかい？まだ最初なので。でも少しずつ距離を縮めていけたらと思います。そうか。就業後にせっかく来てもらったのに。すまない。私が君に話をしたばかりに気を使わせてしまって。そんなこと言わないでください。家族の話までできる会社で働けて僕は嬉しいです。それになかなか内定をもらえなかった僕がこの会社に入れたのも社長のおかげですから。それに忘れたんですか？お子さんの友達になりたいと言ったのは僕なんですよ。前田君、ありがとう。本当にありがとうございます。ところで少し聞きたいことがあるのですが。ん？その週末、久しぶり。調子はどう？また来たんですか？想定内、想定内。今日はお土産を持ってきたよ。駅前の大人気店のショートケーキでさ、1日10個限定なんだけど運よく買えたんだ。あ、いい反応。社長に好物聞いといてよかった。どう？食べない？あ、いらない。そっか。じゃあここに置いておくから、食べたい時に食べてね。それからも僕は就業後や週末にお子さんの好物を持って社長の家へ通い続けた。そんなある日、就業後にゲームを持って寄った時のこと。テレビ借りるよ。気分が乗ってくれれば最新作一緒にできたらと思って、よしよし、見てるな。社長にゲーム好きって聞いてたけどその通りだったみたいだ。これむずいな。てかこれ本当に序盤？あ、危ない。僕さ、この通り全然下手で。でも君は前の作品もかなりやり込んでるみたいだし、ちょっと教えてくれないかな？ちょっとだけなら。そういえば初めて布団から出てきてるとこ見たけど、男の子だったか。社長に性別も聞いてなかったもんな。まあそれよりこの調子でどんどん仲良くなるぞ。そう思っていたのだが。よし、ゲームしようか。したくないです。あれから少し時間空いちゃったしな。でもこういう時の。今日はマカロンを食べながらやろうと思ってたんだけど、出てこないなら僕一人で食べちゃおっかな。あ、ダメ。ごめん。すごい食い意地。そんなことよりゲームするんでしょ？にしてもびっくりした。なんか可愛く見えたけど、僕疲れてんのかな。それからも僕は通い続け、少しずつだが話をするように。そのうち敬語も取れ、呼び方も変わった。僕たちは本当に友達のようになっていき。あのさ、健、ずっと気になってたんだけど、どうして学校行けないのかとか聞かないの？おお、そういえばそうだね。そういえばって、でもさ、そういうのって他人にずかずか聞かれたくないものでしょ。僕だって翼くらいの時、聞かれたくないことなんてたくさんあったし。それはそうだけど、でも翼が話してくれるなら聞かせてもらうよ。もちろんいくらでもさ。だから安心してよ。無理に聞かないし、それで離れたりもしない。ずっと一緒にいるからさ。うん、わかった。ありがとう。それから数日後。大丈夫？熱が出たって聞いたけど。健、仕事は？社長から聞いて速攻で終わらせてきた。お母さんにゼリーとか食べやすいものも渡しておいたから。ありがとう。でもなんでそこまでしてくれるの？普通はこんなことしない。いや、するでしょ。僕たちの仲なんだから。翼とゲームしたりして一緒に遊ぶの楽しいし、それに友達って楽しい時だけじゃないでしょ。困った時には駆けつけてずっとそばにいるもんだから。そうかな。そうそう、これくらいして当然なんだよ。そんなこといいから、ほら早く寝て休んで。うん。数日後。この間はありがとう、看病してくれて。元気になってよかったよ。それでさ、健はその学校に行ってほしいと思う？え、いきなり？そうだな。欲しいというか、行ってみたらいいんじゃないかなって僕は思う。そっか。でもできるかな？もしかして行きたいのかな？なら僕が後押しするまでだ。大丈夫だよ。微力かもしれないけど僕はいる。あ、じゃあさ、頑張ったらご褒美くれる？それはもちろん、何でもするよ。わかった、約束だよ。数日後、僕は連絡を受け翼の家を訪れていた。ついに学校にか。すごいな。初日は勇気がいるから顔見せてって言われてきたけど。健。おお、翼、すごいな、学校になんて。行ってきます。ご褒美楽しみにしてるから。え、女の子？私のこと男の子だと思ってたの？いや、そういうわけじゃなくて、いつもだるっとしたパーカー着てたから体のラインとか分かんなかったし、確かに声とか少し高いなとは思ってたけど、まさかこんなことって。もうひどいよ。ごめん。ご褒美覚えといてよ。何してもらうか決まったら言うから。それから翼は学校に少しずつ通うようになった。うまくいくか心配していたが。それでね、最近ちょっとだけ学校が楽しくなってきてさ。前まで男の子だと思ってたからなんか慣れないな。学校行けるようになったし、女の子だし、さすがにもう家にお邪魔することはなくなったけど。あっ、翼、なんか考え事してたでしょ。別に。てか近くない？近くないよ。前もこれくらいの距離感だったでしょ。そんなことなかったよ。そうだっけ。それで本題なんだけど、ご褒美何がいいか決まったんだ。そのさ、一日デートしてほしいなって。え、デート？そう、デート。何でもいいってこないだ言ってたよね。確かに言ったけど、デートっていいのか？男友達だったら問題ないけど、相手は社長の娘で女子高生で。ねえお願い、私結構頑張ったよね。それはそうだけど。すっごい緊張したの。でも健がご褒美くれるって言うから学校行けたんだよ。うっ、分かったよ。男に二言はない。さっきすごい二言言ってたけどね。それは忘れてくれ。こうして僕はご褒美として翼と出かけることになったのだった。うわー、海だ。すっごい綺麗だね。そうだね。電車ですぐ来れるのに実際に見たのは久しぶりかも。一応社長にも許可は取ったけど、まあ異性の友達とか変じゃないし別に問題ないか。そういえばケン、どう？久しぶりにこういう女の子っぽい服装にしてみたんだけど。お、似合ってるよ。こう見るとやっぱり女の子なんだなって思うし。やっぱりって何？やっぱりも何も女の子なんだけど。ごめんごめん。もうケントラ、早く行こう。わっ、水冷たい。まだ本格的に夏じゃないからね。でも気持ちいいよ。ケンも入ろうよ。僕はサンダルじゃないんだよ。だから翼の感想で楽しむ。うん、何それ。早く来て、ケンも一緒がいい。うわっ、翼。大丈夫？近っ。うん、平気。ありがとう、ケン。おう。あ、何してんだ僕は。翼は高校生だぞ。社会人の僕がそんな。とにかく気をつけろよ。びしょ濡れになったら面倒だし。あ、分かった。その後お腹が空いたということで昼ご飯を食べに行くことに。さすが海辺で食べられる海鮮丼、新鮮さが違う。翼のも美味しそうだな。じゃあ食べる？え？はい。あー、うん。いやでも早く、私も食べたいんだからさ。うまい。本当に？よかった。何してんだ僕は。でも今のは断れなかったし。その後は近くの水族館へ。ああ、いっぱいお魚いるね。そうだな。でも海鮮丼食べた後だと複雑な気持ち。そういうの気にするんだケンって。生地美味しかっただけに罪悪感が。その話はなしにしよう。わあ、あっちもすごそう。ケン、早く行こう。おお、翼。ほらほら早く。分かってるよ。こうして僕たちは一日を満喫し。はあ、もう夕方になっちゃった。楽しい時間はあっという間だな。そうだな。今日はほんと一瞬だった。ほんと楽しかった。ありがとねケン。私すごいご褒美もらえたよ。全部翼が頑張ったんだから、これくらい当然だよ。きっとこれからも楽しいし、存分に楽しんだらいいと思う。うん、ありがとう。それでねケン、今日一日過ごしてみてさ、やっぱり私翼私これっていやでもあ、お父さんから電話だ。うん、分かった。大丈夫だよケンいるし。はーい。どうしたの？もう遅いから早く帰ってこいだって。相変わらずお父さん過保護だな。そりゃそうだよ、大事な娘なんだから。そうだ、翼は高校生なんだ。遅い時間に外にいれば親が心配する年齢なんだ。だから。でもねケン、私言いたいことがあるの。私帰ろうか翼。え？お父さんを心配させたらダメだよ。もう暗いんだし送っていくからさ。でもそれにまだ翼は高校生だ。私、今日は帰りたくない。ねえお願い。ケンとこのままいさせてよ。翼。今日は、ケンの家に行きたい。ダメだよ。どうして？私が嫌なの？私じゃダメなの？翼はまだ高校生だろ。それで、僕は社会人だ。僕の家に泊めるなんてできないよ。私が高校生だからダメなの？そういうことになるね。あ、やっぱりケンも一緒だったんだ。ずっと一緒だって言ったのに。もういい！翼！それからあっという間に数日が経った。その間翼と会うことはなく、連絡も取れなくなってしまった。はあ。前田君。社長。翼は最近元気にしてますか？連絡しても返事がなくて。実はね、また学校に行かなくなってしまったんだよ。その理由も話してくれなくてね。え？もしかして僕のせいで？やっぱり友達だったこと気まずかったのかね。え？聞いてないのかい？翼が引きこもってしまった原因は、仲の良かった友達と喧嘩したことなんだよ。もともと社交的じゃないから友達も少なくて、学校で一人でいることが多くなってしまってね。その後風邪で休んだことをきっかけに、そのまま行かなくなってしまったんだ。あ、だから去り際に僕もって言ってたのか。最近は楽しそうにしてたのに、どうしたんだろう。社長、今日の終業後、翼の部屋に行ってもいいですか？どうしても言いたいことがあるんです。もちろんだよ。翼を頼む、前田君。はい。終業後、僕はすぐに翼の部屋を訪れた。翼、話があるんだ。お願い、帰って。そうはいかないよ。こないだはごめん。翼にきついことを言って。でもやっぱり、高校生と社会人じゃ、そういう関係はダメなんだ。やっぱりケンもじゃん。私から離れて、友達だって、ずっと一緒にいるって言ってたのに。でもね、翼。僕は離れないよ。もちろん、翼が嫌じゃなければだけど。だって僕も、翼の気持ちがわかるから。そんなわけない！ケンにわかるわけないじゃん！わかるよ。だって、僕も、同じだったから。え？僕もさ、昔学校に行けなくて引きこもってたんだ。それも翼と同じように友達とすれ違って。だから翼の辛いって気持ちもわかるし、誰かに離れられて一人になる苦しさもわかる。でもね、その辛さを知ってるからこそ、離れないって約束できるんだ。本当に？本当だよ。嘘じゃない？嘘じゃないよ。そっか。ごめん。ケンにひどい態度取っちゃって。いいよ。それに僕も悪かったし。ごめん。僕もごめんな。でも私、やっぱりケンが好き。ケンは私を救ってくれた。心を閉ざしてた私と楽しく話してくれて。一緒に遊んでくれた。一緒にいて心地よかったの。だから、やっぱり好き。ありがとう、翼。今がダメなら、これから頑張るから。それでちゃんとした時に、ケンが私のことを好きになってくれるように努力する。それでまた、ちゃんと告白する。それでもいい？うん、わかった。ケン！翼。私、絶対ケンのこと諦めないから。だから、覚悟してよね。わかったよ。こうして、僕たちは仲直りすることができたのだった。それから、社長にそのことを伝えた。そうだったのか。本当に、君にはお世話になった。私たち家族を助けてくれて、ありがとう。いえ、そんな。翼、これからも前田君を大切にしなさい。こんなに翼を思ってくれる人なんてそうそういないんだから。うん。そして日常が戻ってきた。翼は再び学校に通い始めたようだ。健のアドバイスのおかげで友達と仲直りできたよ。本当によかったな。うん。あとそういえばこないだクラスの男の子に告白されたんだ。えっ、へえ、そうなんだ。どうしよっかな。それはまあ翼の好きにすればいいと思うよ。ふん、なんだよ。答えは最初から決まってるよ。だって私が好きなのは健だけだからね。なんだそれ。俺の名前は木村誠也、風紀委員3年目。うちの高校は髪色指定なし、バイトかと自由な校風が売りである。しかし現状は 99% が不良とギャルで、残り 1% が俺のようなオタク陰キャ。もはや風紀もへったくれもないが職務は全うしないとは。お、そこ。あ、ごめん、ここ真面目くんの席だったか。来てたんだ。 SS ギャルズが俺の席にって違う違う。そんな学校のトップに君臨しているのがこの2人である。斉藤花さんと佐々木優さん、通称 SS ギャルズ。名前の通り S 級の美貌と他を寄せつけない圧倒的なオーラ。学校中の不良男子が2人をめぐり大規模な抗争になったほどだ。しかし2人は興味ないとまとめて一蹴りしたらしい。ま、どいてあげる。ゆう、コンビニ行くわ。じゃあ。あ？一緒に行きたいの？おごってくれるならいいけど。おごらないよ。てかまだ授業終わってないよ。次は実習っしょ。いや、実習でも出席するっしょ。マジつまんない。そんなんだからいつも一人ぼっちなんだね。女の子にもモテないんだろうね。なっ、 SS ギャルズであろうと臆さずに注意してるが嫌われてるな。しかしそれにしてはやけにおちょくられるというか、ただ目障りなだけか。あ、はあ、はあ、佐々木さんの綺麗な寝顔って違う違う。おい、今は寝る時間じゃ。起きてるけど。そんなに俺の方から触られるのが嫌なのか。あ、いや、その結構可愛い声出すじゃん。なんて可愛い笑顔じゃなくて。うるさいぞ木村。あ、すみません。怒られてやんの。やれやれ、ちょっかいは増していくばかり。情けないような、嬉しいような。先生、花を保健室に連れて行ってもいいですか？大丈夫かな。そう言って2人でサボる気じゃないだろうな。なあ、花のこと疑うの？先生、斉藤さんは本当に体調が悪いかと。それに意外に2人はいつも授業は出てますし。確かに疑って悪かった。おい、意外にってどうや。花、行こう。1時間後。呼び出されたかと思えば黙り込んで、まさか余計なこと言ったから怒ってる？花は保健室で休んでるから。ああ、お見舞いに行けってことだよな。ほんと佐々木さんはミステリアスというか。なんであんたが。え、佐々木さんが行けって言うが。でもごめん、邪魔だったらすぐ。待って、謝ることないし、むしろありがとう。ギャルってこんな表情するのか。でもあんたに心配されるほどじゃないんだからね。今は無理に話さない方が。ギャルは風邪なんかひかな。なんかかわいいな。これを機にちょっと仲良くなれたら。先に金だけもらうとは。きっと俺が休んでるのなんて誰も気がついてないんだろうな。あそこか。どうせ私以外にお見舞い来る人なんていないだろうしきっと優しくしたらイチコロで。あれ、買い物行くんじゃなかったの？ゆうこそなんで？まさかここ真面目くんの家だよね。ほら、私が映したかもだし、ちょっと顔出して文句言ってやろうと思ってさ。じゃあ私は帰ろうか。待って、やっぱ一緒に一人じゃ緊張するし。はいはい、分かったよ。あ、それとあいつには二人で来たことに。なんでいんのよ、もう。だって俺の家だし。まったく、でも元気そうじゃん。じゃあたまたま通りかかっただけだし、これで。お邪魔します。うわ、漫画ありすぎ。ザ・オタクの部屋って感じ。こんなことならもっと綺麗に。ああ、これバズってたやつ、ちょっと読んでもいい？え、いいけど。作すぎて草越えて森。意外にギャルも漫画好きなのか。てかこの展開が漫画じゃないか。あ、もうこんな時間。やば。あのさ、読み切れなかったから明日も来てもいい？あ、もちろん。でもあれだから、漫画が読みたいだけだから。ですよね。ふーん、私は聖夜に会うのも目当てだけど。私もちょっとはじゃあ帰ろっか、家まで送るから。ドキドキしすぎて風邪治ったんだが。それから2人は放課後になると毎日のように俺の部屋へ漫画を読みに来るように。学校とは違う一面にドキドキしつつ、俺ではなく漫画が目当てだと言い聞かせていた。勘違いして叶わぬ恋をしないように。ねえねえ、これ続き出てないの？確か先週新刊出てた気が。マジ？買いに行くよ。ああ、私は用事あるし2人で行ってきてよ。じゃあ今度また。2人きりとか心臓が持たないし。ちょっと、私と2人じゃダメなの？ダメじゃないですじゃあせいや、よろしくね。よし、何かあっても守り抜いてかっこいい姿を見せるぞ。そう思っていたのに。うっせえな、どこ見て歩いてんだこら。早速トラブル発生したんだが。いや、悪いのはそっちでしょ。あら行くよ。うん、なんて情けないんだ。あのさ、俺みたいなのと歩いてたら SS ギャルズの看板に泥を。誰と言おうが私の勝手じゃん。看板とか知らない俺が守る必要ないくらいギャルは強いな。てか見た目だけカッコつけてる男よりさ、面白い漫画いっぱい知ってる方が一緒にいて楽しいしやっぱりこの笑顔を守りたい。まあでも別に聖夜のことを言ってるわけじゃないから、勘違いしないでよね。勘違いしたって叶わぬ恋でもいい。この気持ちを伝えたい。ちょっと何笑ってんの？だがしかし相手はまさに高嶺の花、俺は日陰の苔。どうやったら見合う男になれるんだ。それにもう一つ気になるのが。ねえねえ、ずいぶん花のこと気になるみたいだね。私もいるのに。佐々木さん、こちらの花も魅力的すぎる。はあ、下の名前で呼んでって言ったじゃん。そして意外に積極的。しかし2ギャルを追う者は1ギャルも。ちょっと何話してんの？別に聖夜は私と話したいんだよね。じゃあ優が先に。ああ、私のことも呼び捨てにしてよ。花ちゃん。ちゃんいらない。花。それでよし。その後もなかなか一歩を踏み出せないまま学園祭シーズンが到来。しかしコスプレ大会を企画運営していた俺と比べ毎年2人は家で寝ていたそうで、なら出てみない？最後の学祭だし絶対盛り上がるし、ほら何かやってみたいキャラとかいない？そんなのいるわけ。よし、衣装とかは俺が用意するよ。大丈夫、絶対に合うやつ見つけるからさ。私も賛成、大賛成。そこまで言うならここで俺は俺なりのアピールをするしかない。これをつけろって？いろいろ探したんだけどこれが一番似合うと思って。まあまあ一回来てみなって。笑ったらぶっ飛ばすからね。っていうか言うはしないの？私はいいよ、昔から花の陰に隠れてるだけだし。そんなことないって、ユウにはユウの魅力があるよ。でも私はああいう格好は似合わないし。そこは俺の腕の見せどころ、オタクをなめてもらっちゃ困るぜ。そう？じゃあもうちょっと、せっかく着替えてきたんだけど私には興味ないんだね。そんなことないって、ほらやっぱりめっちゃ似合ってるよ。うんうん、めっちゃ可愛い。ありがとう。でもやっぱ慣れないというか。そのうちコスプレの魅力にハマるさ。それから数日後。これが私？自分で進めときながら似合いすぎている。意外に気分上がるかも。でしょ？てなわけでユウにはこれを。本気だったの？私は。まあまあそう言わずに。なんとか来てくれることになったけど余計なお世話だったかな。せいや、ありがとね。ユウってさ超いいやつなんだけど人見知りというかさ。まあでも出会いはユウから話しかけてくれたんだよ。入学式の時私は友達とがだるいと思ってたんだけどユウから結構ガツガツ来てくれて初めて会った感じしないくらい仲良くなってさ。でも意外に面倒見が良かったり男を見る目が厳しかったり。確かにミステリアスに見えて優しいよね。あのさ、ユウのことどう思ってんの？確かにユウはスタイルいいし器もでかいし、でもうちの方がその大きいのは。一体何の話を？悪かったね、小さくて。でもおかげでこういう格好も似合うけど。すごく気に入ったよ、ありがとう。かわいい子猫ちゃん。王子様。ちょっとせいや、何女の子の顔してんのよ。おやおや、こっちにも可愛い子猫ちゃんが。キューって違う。そんな2人のコスプレ姿は予想以上の大反響だった。男たちには大絶賛だったが中には嫉妬からか批判的な声も。運営の立場だが2人への個人的な思いが抑えられず、ギャルも意外にああいうのが好きなんだ。帰る。待って、みんな嫉妬してるだけ、大丈夫。今の花も最高に似合ってるから最後までいてくれないか？わかった、いる。2人をプロデュースしたのはこの俺だ。意見があるなら俺に伝えてくれ。さて、盛り上がってきたところで投票の結果が出たで。1位に輝いたのはなんやって斎藤花ちゃんと佐々木優ちゃんの同率1位や。やはり SS ギャルズにかなうものはいなかったですぞ。花よかったね。ゆうこそ。でも待って、せいやは投票してないよね。ね、どっちに入れるの？決められるか。こうしてコスプレ大会は無事に終了。残りは3人で屋台を回って楽しもうと思ったのだが。ごめん、終わりそうにないから2人で回っといて。すごい人気だね。あと花は意外に男の子とデートしたことないからリードしてあげてね。余計なことは。私だって子供の頃はずっと男の子と遊んでたんだよ。昔はね、他の女子から妬まれてたのか結構嫌われててさ。それだけ可愛かったんだろうな。でもその男の子がずっと守ってくれてたの。優しくて勇敢でさ。だけど名前忘れちゃって再会できそうにも。初恋の人なのかな。思い出さないでほしいと思ってる自分もいる。あっ、チョコバナナだ。食べよう。かわいすぎる。その初恋の人には悪いけど、この気持ちは伝えたい。しかし高根への道のりはあまりに険しいものだった。呼び出したのは他でもね。いや、呼んだのは俺だ。いや、俺だ。学校中の不良が集まって学祭で目立ちすぎたか。お前を倒して花ちゃんに告白する。俺はゆうちゃんに。じゃあこうしよう。最後まで立っていた男があの SS ギャルズに告白する権利を得る。いいな。いいでしょう。受けて立ちます。正直勝ち目などない。それでもこれは越えなければならない試練だ。日陰の苔だって高根に登れることを証明してや。ちょっと待ちなさい。あ、何かと思えば一人相手に束になって恥ずかしくないの。そんな卑怯な男になんて興味ないから。すみません。勝負決まっちゃった。で、せいやも何考えてんの。喧嘩もしたことないあんたに相手できるわけ。それでも証明したかったんだ。この身がどうなろうと君を思う気持ちなら誰にも負けないことを。じゃあ伝えてよ。もう誰もいなくなったんだし。いや、ここにまだ一人残ってるよ。やっぱりあんたもせいやのこと。違う。私が好きなのは花だよ。それもずっと昔から。昔からって。子供の頃ずっと一緒にいた幼なじみを覚えてる。でもあの子は男の子で。はあ、男の子だと思ってたの？どういうこと？いや、俺が一番わかりません。話を整理すると、2人は幼い頃に出会っていたという。それもただの幼なじみではなかった。当時の花は泣き虫で気も弱かったが、女の子も憧れるほどの可愛さだったそう。いつしか優は憧れを超え守りたいと思い、見た目も男の子っぽくしたという。そのため花は勘違いし、そのまま優は親の都合で引っ越すことに。しかし高校進学前に優はこの町へ戻り、早速会いに行ったが。ギャルになってる。私のことなんて覚えてないか。それならいっそ。そこで優はギャルデビューして高校に入り、再び花のそばへ。一方花はまさか初恋の人が女の子だとは思っていないため、気づくはずもなかった。なんでそこまで。変な男に取られたくなかったから。私も女として花にはいい彼氏ができて欲しかったの。だからせいやのこともいろいろ試させてもらった。花も本気か知るためにわざと対抗してたけど、本当は花のこと取られたくなかったのかも。ゆう、私は彼氏にはなれない。でも花を思う気持ちは私も負けてないはず。そんな私よりせいやは花を幸せにできる。うん、その覚悟はできてるよ。だから花、俺と。待って、最後くらい素直にならせて。せいやのこと、最初は口うるさいけどからかいがいのある真面目くんだと思ってて、いろいろちょっかいかけてごめん。でも一緒にいるうちにどんどん惹かれて、ユウに抜け駆けされたくないって焦って。そんなユウは私の初恋の人で、でもせいやは私のマジ恋の人なの。だからこれからもずっと一緒にいてくれる。もちろんですとも。やっぱりせいやの気持ちの強さには勝てないな。頼んだからね、花のこと。あと私の面倒も見てくれるかな。いいとも。ちょっとゆう、私の彼氏だからな。分かってるって。それからも3人変わらず一緒に過ごし、無事に卒業。 SS ギャルズを射止めた男の名に恥じぬよう俺は男を磨き続けた。ちなみに花と優は同じ大学へ進んだものの、社会人からは別の道へ。ただいま。もう予定より1分遅い。ごめんお土産のケーキ買ってたら遅くなっちゃって。なら許す。早く食べよ、あの子も待ってるし。おかえり。ケーキ私の分もあるよね。ちょっと言う、せいやは私の旦那さんだからね。大丈夫、私が一番好きなのは花だからさ。もうあの SS ギャルズは今や俺の嫁と最大のライバルであり親友になっているのであった。俺の名前は佐藤浩太、高校2年生。学校へ行こうとしていたのだが、すまないね、荷物が重たくて動けなくなったんだよ。困ってる人は放っておけませんから。でもこのままじゃ遅刻確定だな。何やってんの？彼女は同級生の三浦杏奈。父親が大企業の社長をしているお嬢様だ。貧困法制でいつも人が集まっているのだけど、俺は苦手だった。このおばあさんが困ってて送っていくところなんだよ。じゃあ乗っていく？遠慮しとく。若いうちから楽ばかりしたくないし。ふん。じゃ一人で頑張ってね。俺は悪いわねコウタ。この車運転手を含めて3人用なの。それリムジンだろ。お兄さんありがとうね。いえいえ、当然のことを下まででって置いてくな。数十分後。ギリギリ間に合った。遅かったわね。お前が乗せてくれなかったからだろう。ちゃんと乗っていくか聞いたじゃない。おばあさんだって車に乗った方が楽でしょ。グーの音は出るのね。うるさい。毎日車で通学なんて甘やかされてるだけだろ。はあ、貧乏人のくせに生意気。お前こそ金持ちだからって調子乗るなよ。あ、メッセージ。また誕生日クーポンか。今日誕生日だもんな。スマホボコボコじゃない。スマホカバーくらい買えばいいのに。そんな金ないんだよ。バイトすればいいじゃない。働いたこともないお嬢様には言われたくねえ。じゃあ俺の配信に出してやろうか。彼はヤバすぎチャラ男、クラスメイトの陽キャで人気の配信者だ。俺のチャンネルあと少しで100万人達成するんだぜ。今ならお前も出してやるよ。もちろんネタ枠だけどな。やらねえよ。冗談だって。お前なんて出しても再生数100回もいかなそうだし。でもアンナちゃんなら出してやってもいいぞ。美男美女で出たら動画映え間違いなしだぜ。美男って誰？酒井先生？それ50歳過ぎたうちの校長じゃなくて俺。興味ないわ。そんなこと言わずにさ。おい、チャイム鳴ったぞ、席につけ。俺は諦めねえからな。しつこいやつだな。でもああいうやつの方が動画の再生数も伸びるのかな。俺も頑張らないと。放課後。こんにちは。今日は俺の誕生日配信をしていきます。俺はサトラボという名前で活動している配信者だ。中学の頃から始め、今でも放課後に配信をしている。収益化にはなんとか成功したものの、配信を見てくれる人はほとんどいない。そんな俺にも熱心なファンはいて。待ってました。今日の配信も2人きりですね。これは結婚してると言っても過言ではないのでは。過言だよ。コメントしてないだけで見てる人もいるからね。彼女はこしあんというハンドルネームで配信を見てくれている。毎日少額だけどスパチャもくれる熱心な人だ。それと欲しいものリストから誕生日プレゼントを送ったのですが、届きましたか？届いたよ。スマホカバーありがとうございます。いえ、私のお金があなたの一部になるなら本望です。なんだか怖いこと言ってない？それとこちらどうぞ。5万のスパチャ。いつもスパチャありがとう。でも本当に無理しないでね。もちろんです。その後配信は終わったのだが、こしあんさん毎日スパチャしてくれるけどお金大丈夫なのか？ありがたいけど申し訳ないな。一方その頃、私のことを心配してくれるなんて。あー、好き。もっと彼に貢がなきゃ。翌日、次の動画のネタ探してたら喉乾いてきちゃったな。三浦さん、それ終わったら休憩入っていいからね。ありがとうございます。バイトしてたのか？この辺りに他のコンビニはないし、よし、顔を見られないようにそーっと入ろう。危ない。佐藤？思わず手を出しちゃった。てかすげえいい匂いするな。大丈夫か？うん、ありがとう。どうしてバイトしてるんだ？まさか金に困ってるのか？お嬢様なのに。そんなわけないでしょ。応援したい人がいるからお金を稼ぎたいの。自分で働かなくてもお小遣いとか結構もらってそうなのに。金持ちだから努力したことないって思われるの嫌なの。あなたはそう思ってたみたいだけど。それはほんとごめん。もう二度と言わないから。にしてもそんなにすごい人なの？もちろんよ。彼は今まで会ったどんな人よりも素敵な人なの。まだまだ有名とは言えないけど毎日努力してるのよ。私が働いたお金が彼の一部になると思うと満たされた気持ちになるわ。だから私は彼の一部になりたい。彼をずっと支えていきたい。むしろ彼を飼いたい。やばいこと言ってない？それくらい大切にしたい人なの。彼はとても優しい人なのよ。昨日は誕生日配信だったんだけど、私が5万のスパチャしたら心配してくれたわ。え？それに私がプレゼントしたスマホカバーも早速使ってくれてるらしいの。 SNS に写真も上げてたし。それ俺のことじゃね？ちなみにその人の名前って？三浦さん、ちょっといいかな。店長に呼ばれちゃったわ。うん、俺のことは気にしないで。仕事の邪魔してごめん。真相は聞けなかったけどきっと偶然だよな。そして週明けの昼休み、こんなところに呼び出してどうしたの？布教活動よ。それってこの間言ってた人のこと？ええ、視聴者が少ないのを気にしてるから布教したいの。もちろん他の友達には布教済みよ。あんたも配信してるらしいから興味あると思って声をかけたの。確かに三浦がそこまで熱中する人は気になるかも。でしょ？というわけで隣座って。ああ、まさか三浦とこんな近くに座る日が来るなんて。しかもめっちゃいい匂いだし、いいシャンプーとか使ってそう。ん？どうしたの？こっちをじっと見て。なんでもない。それよりその人ってどんな人なの？彼は馬のかぶり物をして配信してるわ。それ俺じゃねえか？でも私が言うにはイケボで性格もかっこいいのよ。ほな折れちゃうか。じゃあ再生するわね。ほらこれ。やっぱ俺じゃねえか。こいつもこしあんさんだし。やっぱり素敵。このつぶらな瞳も最高に可愛い。それただのかぶり物だよな。私には見えるのよ彼の素顔が。それに好きになるのに顔なんて関係ないもの。彼がどんな素顔でも私は彼を推し続けるわ。俺だって言えねえ。数十分後。ねえねえ、素敵な動画だったでしょ。あなたも推してくれるわよね。検討しておきます。顔が真っ赤だけどどうしたの？それは君がずっと隣で俺のことを褒めてたからなんて言えるか。なんでもない。それより早く教室に戻ろう。あ、待って。思わず抱きしめちゃった。大丈夫か？うん、ありがとう。あなたのスマホ落ちちゃったわね。ごめんなさい。いいよ、わざとじゃないんだし。あれ、これってこのスマホカバー、私が彼に送ったプレゼントだよね。しまった！偶然だよ。うん、間違いないわ。ここにある傷も彼が SNS に上げてた写真と一致するもの。どうしてそこまで覚えてるんだ？ファンとして当然のことよ。普通のファンはそこまで見ねえよ。もしかしてあなたは？おい、早く教室に戻らないと。そうね。放課後、あのあと三浦と一度も話せなかったな。授業中ずっと三浦から視線を感じてたけど。じーってついてきてる。どうしたんだよ三浦。三浦って誰ですか？私はキャサリンです。何人だよ？アメリカ人ですね。ボンジュール。それはフランス語だ。何しに来たんだ？今までのこと謝りたいの。何も知らなかったとはいえ嫌な態度をとってしまったわ。謝らないままファンなんて続けられないもの。じゃあ本当に三浦は俺のリスナーだったんだな。うん。私があなたを初めて見たのは中学の頃だったわ。俺が配信を始めた時期じゃん。その頃みんなからお金持ちだから近づきにくいって敬遠されてたの。おかげで友達なんて一人もできなくて。今じゃ考えられないな。当時の私も私に友達なんてできないって諦めてた。でもね、あなたが変えてくれたのよ。悩んでた時あなたの配信を見つけたの。貧乏で視聴者も少なかったけど毎日配信して頑張ってたでしょ。向いてないのにどうして頑張るんだろうって不思議だったから理由を尋ねたの。向いてないからって諦めたら終わりだろ。頑張ればきっと理想の自分になれるって信じてるから頑張れるんだ。当時のあなたもそう答えたわ。だから私も友達作りを頑張ろうって思えたの。そうして今の私があるってわけ。今までいろいろと言ってしまったのはあなたが貧乏ばかりを嘆いていたから。努力してなさそうな姿を見てると昔の自分を見てるみたいで嫌だったの。そういえば学校だと愚痴ばかりこぼしてたな。本当はあなたも努力してたのよね。勝手な思い込みでひどいことを言ってごめんなさい。私を許せないなら配信にも行かないから。そんなことは言わないよ。勝手な思い込みでひどいことを言ったのは俺も同じだ。お嬢様だからろくに努力したことないって思ってたけど本当は俺のためにバイトしてスパチャしてくれた。だから俺の方こそごめん。お互いに悪かったんだし今まで通りでいいよ。うん、ありがとう。これで三浦といがみ合うこともなくなるだろうな。じゃあさ、サインください。時間。本物に会ったらサインをもらおうって思ってたの。それと今までのお詫びに力も貸すわ。困ったことがあったら何でも言って。分かったから一旦落ち着いて三浦。名字なんて他人行儀は嫌。秘密を知った仲なんだし、アンナって呼んで。私も佐藤様って呼ぶから。様はやめて。普通に下の名前でいいから。翌日、アンナと和解できてよかったけどこれからどの距離感で話せばいいんだろう。アンナちゃん、今日こそ俺のチャンネルに。コウタくん、会いたかったわ。え、昨日別れてからずっとあなたのことが頭から離れなかったの。分かったから落ち着いて。みんな見てるから。その後もアンナはずっとあの調子だった。授業中は視線を向けられ昼食を一緒に食べることも増えた。そして昼食後には一緒に動画を見るようになり。こっちのこうたくんも素敵。ありがとう。褒められるのは嬉しいけど照れくさいな。でも音質が悪くなりがちなのよね。マスクで声がくぐもっちゃうんだよな。アンナが俺に気づかなかったのもそのせいかも。でも顔を出すのは怖いし。豪太くんなら素顔でも十分人気出そうだけどな。かっこいいし。そうかな。顔出しがダメならマイクをヘッドセットにするのはどう？マスクの下から喋れるわ。なるほど。アンナに相談してよかったよ。ありがとう。コウタくんの役に立てたなら嬉しいわ。私あなたのためなら何でもするわ。これからもいっぱい頼ってね。うん、ありがとう。初めは仲良くなれないって思ってたけど、やっぱりいい子だな。そんなある日のこと、アンナのアドバイス通りにしたら少しずつ登録者も増えるようになったな。今日も頑張らないとって、下駄箱に何か入ってる。これってラブレター？本物だ！どうすれば？豪太くん？ああ！どうしたの？そんなに驚いて。それに今何か隠したわよね。何も隠してないよ。ふーん、豪太くん私に隠し事するんだ。何も隠してないよ。なぜだかわからないけどアンナに知られるのはまずい気がする。今日一日隠し通さないと。放課後、なんとか隠しきったぞ。手紙のことばかり考えて授業も集中できなかったけど、屋上に来てほしいって書いてあったよな。一体誰なんだろう。おいマジで来たのか？チャラ男？どうしてここに？その手紙俺がお前の下駄箱に入れたんだよ。え？まさかチャラ男ってそっち系の？ちげえよ、全部ドッキリなんだよ。モテないくせに期待しちゃったのか？でもお前が悪いんだぜ。陰キャのくせにアンナちゃんと仲良くなるから現実を教えてやろうと。よかった。え？実は断ろうと思ってたんだよね。はあ？授業に集中できないほど期待してたくせに何言ってんだ。どう断るか悩んでたんだよ。相手を傷つけないようになんて話したらいいかなって。嘘だ。無名配信者のくせに強がってんじゃねえよ。どうせアンナちゃんもお前なんて本気で相手にしてるはずが。そんなことないわ。アンナちゃんどうしてここに？コウタくんの様子がおかしかったから追いかけてきたの。彼を騙すなんてひどいわ。ちげえよ。俺はただこいつに現実を教えてやろうと思って。あなたの勝手な思い込みで他人の気持ちを決めつけないで。私はコウタくんの一番のリスナーなんだから。はあ？今までこいつを嫌ってたくせに。そうね。だから恋人にもなれないと思う。それでも私は彼の幸せを応援するわ。そんなことないよ。過去のことはもういいんだ。それに俺もアンナのこと好きだからさ。え？もともと一途に応援してくれてたこしあんさんのことが気になってたんだ。その正体が君だと知ってからたくさんいいところを知ってきた。今まで対立してたけど君さえ良ければ俺と付き合ってほしい。うん、私もあなたのこと好きだから。どうしてこの俺が負けるんだ。俺の方がずっとイケメンなのに。見た目なんて関係ないのよ。それより自分の配信はいいの？あなたの配信炎上してるけど。はあ？人の恋路を何だと思ってるんだよ。こんないたずら企画ありえない。これ以上炎上が広まる前に配信止めた方がいいんじゃない？覚えてろよ。その後チャラ男はネットで大炎上、チャンネルも閉鎖へ追い込まれてしまったらしい。学校でも噂が広まりすっかりおとなしくなった。一方で俺はアンナと協力しながら少しずつ登録者を伸ばしていき、半年後には登録者数も10万人を超えた。では配信はここまで。今日もありがとうございました。お疲れ様。それじゃあこれからは2人きりの時間ね。うん。こう積極的にされると照れるな。暑いね。素顔もいいじゃん。って配信切れてない。いいじゃない、このまま私たちのラブラブっぷりを見せつけてあげましょう。あ、配信を止めさせてくれー。なかなかいい人がいないな。俺は小川翔、22歳。新興のアイドル事務所で働く新人マネージャーだ。どうして新人の俺が審査員をしているかというと、1週間前。今回のオーディションは我が社の命運をかけたものになる。はい。新人ではあるが、マネージャーとなる小川君も審査員として参加してくれ。一緒にアイドルの原石を見つけるんだ。任せてください。ということがあったのだ。そして現在、オーディション中なのだが、岡田社長は元報道マンだからなのか審査が厳しいんだよな。次の方どうぞ。失礼します。エントリーナンバー765番、渡辺玲奈、20歳です。よろしくお願いします。え、今までは海外のアイドル養成所に通ってました。特技はダンスと高校の時にやっていた演劇です。おー、経歴は申し分なさそうだね、小川くん。そうですね。やっぱりこの人は元カノのレナだ。高校で同じ部活に入って俺の猛アタックで付き合えたけど、進路に悩んでた時背中を押すために俺から別れを切り出したんだよな。まさかこんな形で再会するなんて。レナさんはなぜ国に戻ってきたんだい？海外の養成所経験を生かして生まれ故郷で活動することが私の夢だからです。あ、海外で活躍することが夢だったはずじゃ。それでは早速パフォーマンスを見せてくれるかな。今はオーディションに集中しないと。まずはダンスからお願いします。はい。それからレナはダンスを披露して、海外で頑張ってたんだな。体のキレがいいし、人を引きつける魅力がある。それに社長の反応が今までと違う。もしかしたら。パフォーマンスは以上です。それでは結果は後ほどお伝えし。うん、いいね、君に決めた。この場で。でも確かに彼女なら。レナさん、君いいよ、採用だ。それじゃあ彼女の担当者は小川くんね。よろしくお願いします。こちらこそ。俺がマネージャーって気まずいんですけど。お、2人とも緊張してるのかな。大丈夫、私のメガネにかなったんだ。レナさんは我が社の看板アイドルにきっとなるよ。そうですね、俺もそう思います。はい、頑張ります。それから俺が契約内容を伝えることになり、レナ戻ってたんだね。うん、先週戻ったばかり。さ、海外で活躍するのが夢って言ってなかったっけ？ごめん、あの時別れてまで応援してくれたのに。でも向こうは想像以上に競争率が高くてさ。もちろん日本でも簡単にアイドルになれるなんて思ってないけど。まだ諦めてないんだね。うん、どうしても夢を叶えたいの。これも何かの縁なのかもしれないな。翔はどうしてマネージャーになったの？俺は君のことを忘れられなくて。だからアイドル事務所の門を叩いたんだ。これからは俺がそばで支えるよ。どうして？俺が君の一番のファンだから。だから俺が君をトップアイドルにしてみせる。俺と一緒に頂点を目指そう。私頑張る。あ、ごめん、俺マネージャーなのに。うんうん、翔が私のファン1号だから。レナ、昔よりずっと魅力的になったな。本当はあの時だってレナと別れたくなんてなくて。いやいや、今の俺はレナの担当マネージャーなんだ。俺が彼女を冷静に見れないでどうする。ところで私たちの関係を社長になんて言うの？今話したらレナの担当を外されてしまうかもしれない。でも俺以上に彼女を知ってるマネージャーなんていないし、できれば私はショートを頑張りたい。折を見て俺から社長に話すよ。ずっと秘密にしておけないし。分かったわ、ショーに任せる。お疲れ様レナ。今日のライブとても良かったよ。ファンもどんどんと増えてきてるし、この調子でやっていこう。でも私パフォーマンスをもっと頑張らないと。それにはレッスンをもっと増やしたいんだけど。分かった、講師の人と話してスケジュール組んでおくね。お願いします。気まずさはなくなってきたけど少し距離感があるな。でも今の俺たちの関係だとこれくらいが適切か。それからしばらく経ったがレナはすごく頑張ってる。でもこのままでレナの夢は叶うのか。何か俺にもっとできることは。レナ氏は海外の養成所に所属していたようだ。ですがそこでは芽が出なかったようですな。彼らはよく来てくれてるファン。さすがアイドルオタクのおじし、詳しいですな。これからのアイドルが成功するのに保つは何が必要だと思う？もっと露出するとかですかな。それもあるが個性だよ。量産型にはない個性が必要なんだ。確かにエースには専用機が、トップアイドルには個性が必要ですな。彼らの言う通りだ。レナの個性か。そうだ。そうしてしばらく経ったある日。ごめん、今日はレッスン付き添えなくて。ショウ最近忙しそうだね。頑張ってね。この表情、俺がちゃんと仕事取ってこれるか不安なんだよな。俺はマネージャーとしてまだまだだ。今やってることがきっと君のアイドル人生のためになる。俺を信じて待っていてほしい。私待ってる。ショウのこと信じてるから。レナのために絶対にいい仕事を見つけるぞ。数ヶ月後。レナ、これからオーディションに行くよ。え？ドラマのオーディションだよ。演技とダンスのできる人が欲しいって。私聞いてなかったけど、いつの間に。ほら、高校の時の演劇は全部録画してただろ。それと最近のレッスン動画も撮ってたから、それを持ち込んだんだ。なるほど。早くだけどさ、プロデューサーが興味を示してくれたんだ。実際にオーディションしてみたいって。でも演技なんて久しぶりで。ごめん、急だったよね。営業がうまくいくかわからない状態で話してもアイドル活動に集中できないと思ってたんだけど。ショウがそうした方がいいって思ったなら私は大丈夫。でもちょっと緊張しちゃうかな。昔舞台に立つ前にもこうやって緊張してたな。そういう時は「人」っていう字を書いて飲み込むんだよ。相手を自分の演技で飲み込んでやるって思い込むんだ。懐かしい、そんなこともあったわね。じゃあ食べちゃった。その息だよ。心臓に悪いな。そして無事にレナのドラマ出演が決まり、初めての撮影現場にやってきた。渡辺レナです。精一杯頑張るのでよろしくお願いします。なあ君ね。ま、どうせ誰も新人アイドルに期待なんてしてないから。そんじゃな、現場に迷惑かけんじゃねえぞ。もちろんヤバスギさんの足を引っ張らないようにします。どうかよろしくお願いします。そうしてくれ、俺は忙しいんだ。主演だからな。レナ大丈夫かな、こんな言われ方。レナ、何よさっきの態度は。絶対に見返してやるんだから。必ず食ってやるわ、あの人。昔のレナが戻ってきたみたいだ。心配いらなかったな。それからしばらくが経ち、いよいよドラマの放映が開始。どうなるか心配していたのだが、テレビ番組の出演依頼が来たよ。今度地下ライブの取材に来てくれるって。社長も今度はもっと大きなステージでやろうって言ってる。やったやったわ。そうああああごめん。いやダメだ、落ち着け俺の心臓。そしてライブ当日になり、客席は満席だね。今までより大きなステージだけど、みんなを満足させられるかな。レナなら大丈夫。リハーサルもバッチリだったし、きっと大成功だよ。そうね、そうだよね。翔、私を見てて。私が一番輝けるのは翔が見てるステージなんだから。ああ、もちろん。俺はずっと君のそばにいる。今日は楽しんでいってね。I love レナ。頑張れレナ。ライブは無事成功して、ありがとうございました。気をつけてお帰りください。今日のライブは最高だったな。ドラマの出演をしてから露出も増えて絶好調ですな。あのドラマは2期をやる話が出てるらしいぞ。いい流れが来てる。俺ももっと頑張らないと。疲れて寝ちゃったんだ。この後も予定もないし、起きるまで待つか。かわいい寝顔。付き合ってた頃を思い出すな。そう。ああ、そうだよ。私、夢を見てたみたい。夢だったアイドルになって、隣に生涯いて幸せになってるの。ずっと私のそばにいてね。もちろんだよ。だって俺は俺は君のことが好きなんだから。でもアイドルは恋愛禁止、ましてやマネージャーとなんてダメだ。俺がこの気持ちを抑えていれば、きっとレナはアイドルとしてうまくいく。そんな中、ドラマの2期の撮影日が決まったよ。うん、どうかしたの？うん、なんでもないわ。疲れてるのかな。最近仕事が詰まってたし、気分転換も必要か。たまにはどっかに飲みに行かない？学生の時みたいにさ、当時はお酒飲めなかったけど、雰囲気だけ楽しみたいって一緒に行ったことあったよね。そうね、いいかも。それじゃあ会員制の個室居酒屋に行こうか。なんか手慣れてる？社長から教えてもらったんだよ。スキャンダル対策にって。ふん、何を慌ててるんだ俺は。でもさっきの視線、いやまさかな。その日の夜、乾杯。さて今日は飲むわよ。ほどほどにね。あのさ、ここでの出来事って秘密にできるのよね。うん、社長のお墨付きだよ。そう、あのね、私翔にすごく感謝してるの。たくさん私のために頑張ってくれて。それは俺だって。っていうか酔うの早くない？そんなにお酒酔う？翔、私あの頃とは違うよ。もう私は大人だよ。それに私、翔のこと。まさかレナは。レナ、俺。ごめん、トイレ行ってくる。行ってらっしゃい。さっきのはもしかして。いや、ダメだ。今のレナは大事な時期なんだ。絶対にスキャンダルになる。これが私の夢だったんだよね。レナの声。でも私が叶えられる夢は一個だけなの。私は他にもっと。他の夢。そっか。レナ、もしかしたらアイドルと役者とってやりたいことが増えて困ってるのかな。俺、力になりたい。今は話を聞いて、マネージャーとしてできる限りのことをしよう。そしてドラマの2期の撮影が始まり、久しぶり。また会えたね。やばすぎさん、今回もよろしくお願いします。そんなに緊張しなくてもいいよ。いえ、まだまだ役者としては新米ですので。俺のことはチャラ男って呼んでよ。君とはもっと仲良くなりたいからさ。前はあんな態度だったのに、人気が出た途端すごい手のひら返しだな。打ち合わせ始めます。集まってください。それから撮影は開始されたが、ことあるごとにレナはヤバすぎに話しかけられて。どこか食事に行こうよ。いい店知ってるんだ。また今度。俺からもっといい役にしてもらえるように監督に言うからさ。私はまだまだ精進中なので。ねえ、俺たち付き合っちゃわない？すみません、あなたとは付き合いません。は？私の恋人はファンですから。俺がせっかく付き合ってやるって言ってんだぞ。ごめんなさい、私はアイドルなんです。それじゃどうして役者なんてやってんだよ。アイドルも役者もなんて中途半端だぜ。どっちかに絞るべきだ。それはアイドルの寿命は短いんだ。引退したらファンにもすぐに忘れられる。俺がずっと覚えてます。なんだお前、ただのマネージャーだろ。俺はレナのファン1号だ。彼女のことを忘れるわけがない。ショーお前ら妙に仲がいいな。おいおい、お前らもしかしてできてんの？どうしました？何かまずい。みんなも集まってきたぞ。いやー、なんだか大きな声がしたけど何かあったのかい？社長、アイドルが恋愛していいのかよ。バレたら絶対干されるんだからな。どういうことだい？説明をしてくれるかな？はい。その後撮影は一時中断、少し休憩を取ることとなった。俺とレナは高校の時に付き合ってたんです。海外に行く時に別れたんですけど。社長に黙っていて申し訳ありませんでした。つまり今は付き合ってないんだね。もちろんです。レナはアイドルなんですから。なるほど。ヤバすぎくんについては私に任せてくれ。私がアイドル事務所を始めたのはこういう時に守る側になりたかったからなんだ。君たちの悪いようにはしない。それってまあ、ただ今後どうするかは君たちに任せるよ。うちは事務所の方針として恋愛を禁止してるわけではないからね。よく考えなさい。はい。社長、怖いけど頼もしいな。その日の帰り、レナ、聞いてほしいことがある。うん。俺はマネージャー失格だ。君のことが好きなんだよ。一人の女性として。でも君には夢がある。やりたいこともある。俺はずっと待ってるから、今すぐ返事しなくていい。そういうやつがいるってことだけ分かっててほしいんだ。ありがとう。私も同じ気持ちだよ。でも今は付き合えない。私の夢を全部叶えるまで待ってるって約束してくれる？ああ、もちろんだよ。約束だ。その後は撮影のたびに社長がやってきてヤバすぎを鋭い眼光で睨みつけていた。そしてしばらくが経ち、ヤバすぎは良くない噂で有名になってしまったようだ。どこから漏れたんだろうね。不思議なこともあるもんですね。いやー、本当だな。そして数年が経ち、夢だった海外でのライブや映画の出演依頼をこなした彼女は、私、渡辺玲奈は今日でアイドルを引退します。玲奈だ、今までありがとう。みんな大好き。俺もだよ。いつまでも応援してますぞ。そして俺たちはというと、まだ私のやりたいこと残ってるんだ。それってあの日の約束って今でも有効？俺なんかで本当にいいの？俺はただの一般人だよ。私の今の夢は一番のファンと結婚すること。あなたと結婚する。それだってずっと私の夢だったの。欲張りな彼女にきっと俺は一生振り回されるだろう。でもそれが心地いいととっくに知っているのだった。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間が